オッケーですはいじゃあえー、っとですねディギングルーツ第3弾ということで非常に速いペースなんですけれども始めてまいりたいと思いますよっ今日のゲストは これ放送できるのかかなり心配なんですけれども、はいマイバディ堀江和さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。現在時間は十時過ぎです。十時。眠いです。お疲れ様でした。お疲れ様です。ちょっと改めたんですけど、もうまあここあのスタジオで撮らせてもらっているのはあの道場代表の我々のおもちゃ箱、はい、カルペディウム世田谷でございます。はい。あの七月、はい、オープンですよね。 <で>ブラジリアンー術の道場でございます住所は世田谷区共同5の35の3ゴミゴミで覚えてくださいゴミ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 で覚えていただく共同でございますけどもまたあの石川先生あのカルペディウムの,あの総帥があげてくださった動画もちょっとリンクで貼って、はい、そうですねそれ見てください、うん、そこは一応真面目です真面目じゃないかな <laughs> いや普通です普通で 先ちょっと道場の紹介、ちょっとあの、セタペーのこともあるから。セ,セタペのことはあるから、道場の紹介。<うん S 1> そうですね。そうあのまあカルペディウムという、え石川先生が代表としてやってる、えまあ日本でもトップクラス、トップクラスというかもう、いいんじゃないですかね、トップで。全日本選手権6連覇してますから。の、えまあ支部の一つとしてオープンさせていただきました。僕も、 田中さんもそこで柔術やってもうかれこれ何年もたってるんですけどもそれのまあ一支部として世田谷区共同にオープンしましたので会員の皆様ご入会お待ちしてますブラジリアン柔術ちょっとあのまあ多分これ見てる人はなんぞやみたいな人もいると思うんでちょっとあの狩野治五郎先生の話まで遡らない程度にちょっとはいてて短く短く治、うん、五郎先生じゃないですねこんでこまだあこんでこまだから、はい、そっか、まああのー 柔術ブラジルで、えーまあ、日本の柔術が由来なんですけど、まあ、ブラジルで発展した、えーまあ、格闘技、ご身術の一つなんですけども、えーまあ、今、なんだろうな日本だとやっぱりヒクソン・グレイシーとかなんじゃないですかねグレイシー一族で有名になったブラジリアン柔術で、えー、寝技中心の格闘技なんで打撃ですねパンチとかキックとかがなくて、えーまあ、首絞めたり関節技で。 1>, え1本取ったりあとはちょっとレスリング的なポジションを取ることでポイントを取ったりしてえー進めていくゲーム性の高い競技でえまあ僕も始めたのは30過ぎてから始めたんですけどやっぱりねバリバリでやってる選手もそうですけども趣味としてやってる年配の方はい私もそういう方でもバッチリ楽しめるね怪我なく安心してかつ 燃えられる競技ででですすす楽しいいよよねいや最高ですよ今日もちょっと練習、僕も参加させてもらってたんですけれども、ちょっとまたね、テロップの差し込みとかで、ちょっと柔術、どんな感じかみたいなところも入れてますので、はい、もうね、最高ですよ、結構幅広いですよね、小学生とか、まあ、幼稚園生もキッズクラスは通ってて、そうですね、キッズクラスは5歳からあるんで、うん、まあそういう子たちには、まあ、体を。 動かす楽しさとか体の動かし方とかでプラス、充実の要素ちょっと取り入れてえまあね運動好きになってもらうみたいな感じでやってでまあ思うのはやっぱり30代以降が多いですね、会員さん。確かに30代、40代、ですね20代だと逆にねまだ,何なんだろうな仕事が大変なのかまあ経済的なあるか分かんないですけど30代、40代、50代が最年長59歳ですから。 59歳、はい、すごいね頑張っておられます、うん、そういう人がね、生き生きとして楽しいって言ってくれるのは、やっぱ、うん、作ってよかったですねそうですね、ちょっと道場、とっても、まあ、7月に、ね、オープンしてっていうところだったんですけれども、<し>まだまだ会員さんも増えてこれから、そうで,すね、でも白帯の方がほとんど、ね、ここでできたから始めようってって、うん、始められた方がほとんどで、でそういう方も週、ね、何回、2、3回来て、汗流して。うん 楽しそうなんで、それはすごい嬉しいですね。一 <laughs> 回全部やっぱり充実でやると、こう空っぽにできるし。今なんかこう、常に携帯とか触れるから、なんか携帯いじらなくていいじゃんっていうか、<laughs> であと、その。 <laughs> ある程度仕事でやってたらそれなりのポジションとかになる人も多いじゃないですかいやもうそんな人ばっかですよね,ね、はい、だけどその先生からこう教えを請うっていうなんかその白帯とかを巻いてそのゼロからっていうこの時間ねやっぱりすごい、うん、いい時間そうなんです謙虚になれる場所なんです、うん、どんなに強くても上には上がいるっていう常に謙虚でいられる最高ですはいあの、うん まあね、格闘技初心者の人とか未経験の方ばっかりなんですけどもなんかお得なキャンペーンが11月からあるんでちょっとその告知を先に行きましょうそうですねそ,<う>、まあ、それは別に我々がやるキャンペーンじゃないんですけど <laughs> そうだ、ね、なんとここ世田谷区で、はいえー、世田谷区が、えー、なんて言うんですかいいの女性作ったセタペイというキャッシュレスサービスがございまして、うん、なんとセタペイ 11月から30%還元なんでははいい1万円使ったら3000円分のポイント返ってくるということはつまり7000円でいけるとまあ実数そうそうそういうことまあそんな感じでそうですね1万円使ったら3000円分また何かでお買い物できるはい最高じゃないですかめちゃくちゃすべて3割引きと思うべきですねはい でそれうちでも、道場でも使え,る道場でも使えますし会費払うことも可能なんでんぜひぜひまあ単純に今なら3割引きみたいなもんですえ、じゃあ、おすすめの使い方みたいな感じでいったらこれからじゃあちょっと。 じゃあその会員になって練習しようかなみたいな人でいったらどんな感じでお得になるんですか。えっとですね、これセタペの話なんですけど、うん、全然我々のキャンペーンじゃないんだけど、ね。いやもう今日セタペの話で一時間ですから。<laughs> セタペは、はい、で十一月から三十パーセント還元、うん、上限四万円なんですよ。うん、はい。スト計算すると大体たい十三万なんぼまで使まで四万円ポイントバックできますので、十三、うん、万十四万円分のお買い物を でき買いうちで何できるかってったら会費、費払い、年払い8ヶ月ヶ月払うと13万なんぼなんで間違えたら14万ぐらいか8ヶ月先までやるとなんと4万円分のポイント返ってきますからその4万円でまた世田谷区内のお店でご飯食べてもよし買い物してもよしその4万円でさらにまた会費払ってもよしなるほどめちゃめちゃよくないですか いつまでとかあるんですか、えーとですねセタ,セタペイキャンペーンの予算が尽きるまで、<laughs> <laughs> 世田谷区の財源が尽きるまで、<laughs> これ、あのキッズの会員のお母さんといつなんかその財源が終わるかとかっていう話を、<う>なんかすげえ、だかそうですね。激論堀江さんなんかちょっと繰り広げてましたよね、はい、あの情報によると、早くなくなりそうなんで、早めにした方がいいっ,って、はい、あの予算がちょっと食い込んできてるんじゃないですかみたいなね、前期も、実はこれ後期なんですよ。はい、前期キャンンペーン、うん、なんと 3週間ほど早く打ち切られたんで確かかに早ったみんなね、セタペマニアがねうずうずしてるわけですよ、我々前期使い切れませんでしたから、使いれかっったたさや買い物めっちゃ知ったけど、近くのコンビニでいくら使っても1万ちょっとぐらいだった失敗したうで、僕も最終日、そば屋でちょっと気持ち高めのランチ頼んで、ちょっと800円ぐらい戻ってきて、ほっこりしたみたいな。 いやあれめちゃめちゃお得ですよそうっすねちょっとこれだけででも10分ぐらい今話してますけどこれ今日一番大事なあれですからそうっすね世田谷区の財源をみんなで活用していきましょう,うこれ世田谷区民じゃなくても使えますからセタペダウンロードしたら<ー>誰でもダウンロードして使えて、うん、世田谷区内のお店であれば別にあの海外からでも。 海外の方でも全然問題ないです。はい。ぜひ。世田谷。四万円。四万円。四人。四人家族だったら十六万円。そっか、アカウントあればいいってこと。そうですね。みんな掴み取りましょう。めちゃめちゃすごい。はい。じゃあ、世田谷の話をして。世田谷の話。はい。ということで、はい、あのディーイングルーツで、センターポール自主企画で、まあ、選手のこと掘っていくんですけど。あの、堀江さん、多分いろんなところで、でも、今まで何千回ぐらい、なんか、多分、その。事故の経緯がすられまくり。こすられまくりですよ。 でも残念ながら、ちゃんとちょっと凝縮されてこう分かりやすくこうストーリーになってるのって多分そんなないんでもうこれで最後にしていきたいと思いますしあとね、ねパラスポーツ界隈の人はそれなりに知ってると思うんですけど道場の人ってあんまりまだ知らないと思うなるほど、はい、ちょっとまあ堀江渡る何者かっていうところで。 暴いていきたいと思いますのでよろしくお願いします。あ暴けるかな。<う>ここから先は有料チャンネルですか。<う>有料チャンネルになると思うし、<laughs> そう。あのすごいね、堀江さんとの話めちゃくちゃ楽で楽しいんですけど、あのオクライになる可能性が非常に高いので、でね、何本送らしたかわか,か,か,からないし、<laughs> あの長田町のあのなんか文章みたいに黒塗りになる可能性ありますから。<laughs> うん、かで P 入った場合ははい大丈夫です。P 入ったらもう皆さんあの独身術って あの唇の動きであの読み取ってください、はい、ということでじゃあ堀江さん今、えー、っと年齢は 40?3 です43もともとずっと東京そうです東京生まれ目黒区育ち育ち悪そうなやつは大体友達友達、はい、ではないです、ね、ではないですけど目黒区悪い人いないんであ,あそうなんですか、ねはい、めちゃめちゃいい子ばっかいい治安っていうかそうですもともとじゃあ目黒でやってはい、えー お父さんお母さんも教員だったんですよねそうですね、えー、お堅い公務員でございますお堅い公務員で、はい、こんなのになっちゃったと <laughs> カチカチの <laughs> カチカチの家庭です、えー、カチカチの家庭でちっちゃい時は何やってたんですかちっちゃい時ちっちゃい時からサッカーやってましたああスポーツ好きでサッカーそうサッカー堀江さん有名でえー、っと高校が小場 そうです都立駒場高校,高校保健体育学科、保健体育学科都内で唯一の保健体育学科、およくご存じでですよね、はい、いやすげえあの何回も堀江さんから聞かされて、はい、そのすごさがちょっとあまり伝わらなかったんですけど、すごくはないですけど、高校生なのに体育が週に10時間あるっていう、あじゃあもう部活ばっかり、サッカーばっかり。え 授業で体育やった後、その後部活ですから。あ、そっか。体育、体育ってことですね。一、はい、日体育二時間です。<laughs> 頭いかれてるでしょう。屈強だ。頭いかれてますよ、マジで。いや、はい、でも、あの、そう、すごい力入れてるっていうのは、僕、あの、分かってて。っていうのが、なぜかというと、はい、あの、駒場高校の。 過去80年ぐらいの,あのビデオテープをひたすら僕がデータ化するっていう仕事を確か3年前ぐらい前にお大会の歴史,を<う>歴史をやってて見ましたかあれそうあの白黒の音声がない映像のところを僕がもう夜中ずっと再生を押して <laughs> であのテープだからあの自,で自動で止まらないのよだからちょっと終わるところまで見てストップを押してっていうのでやってでテープがもう劣化しすぎてるからなんか変な金みたいなの入って <laughs>、はい、寝込むっていう。<laughs> それぐらいのとからやいやありますから、はい、そんなこうでサッカーは強かったんですよねいやいや強くないですよ強くないですけど、うん、僕の代で、えー、全国高校サッカー選手権に初出場今後は高校史上初、はい、お正月にやってるやつだそうお正月です、えー、出たんですかじゃこれ出ましたすごいすごいじゃないですか、はい、振り向くな君は美しいですよ その時のテーマええええ、ずっとテーマでしょあ一緒なんだずっとでしょいやごめんねサッカー俺あんまよくわかんなくてさ昨日もサッカーあの宮本良平選手アンダー23優勝したはい、はい、サッカーの話でこうねペイですねペイ,ペイはいちょっとあんまりついていけなかったからちょっと それ、だからそれだめって、それもうここ P だから大丈夫、いや、でも大丈夫、編集の力になってくなります、怒られるわ、でもまなんでもありだと思います、有料なんで、有料なんで、じゃサッカーで、バリバリやりながらっていう感じで、じゃその時は、じゃサッカーで大学は大学は日本体育大学、体育学部、体育学科、学校体育コースに入学しました。そこ一択 いやいやいや、滑り止めです。他は、じゃあ滑り止め、滑ったところは滑ったところは順天堂大学、なんとか学科。勉強はどうだったんですか、勉強、いやって、高校サッカー選手権1月ですよ、そっか、受験2月でしょ、勉強するわけないでしょ、そうだね、するわけないでしょ、じゃあ、手応えはない手応えない、ないんだない。なくて、案の定じゃあ、はい、そう、案の定何もないですけど、ただ、日体は。 日体でやる実技の試験は高校3年間でみっちりやり込んでるんで滑り止めにもならないぐらい勉強で、まあねなんかまあ、行くか、まあそれでまあ、スポーツのところで、まあね、ちゃんとそれで評価されて試験がスポーツかどうかっていうところだったのね、まあ、そいえいえ、あのー、今はわかんないですけど、うん、日体大当時は実技半分。うん 割合ね学科、はい、半分っていう、うん、むちゃくちゃでしょむ,かむちゃくちゃだね、はい、<laughs> いやでも健全な肉体に魂やるから健全なそうそう肉体にな健全な魂は健全な肉体にやるやるから,るからそうそう、はいえー、で大学もサッカー大学サッカー全然やる気なかったんですけど、はい、燃い尽きちゃったんですかいいや燃え尽きたっていうか 最初から最初やる気なかったんですけど、うん、まあ結果なんか友達もできるしいいかなみたいな感じでめっちゃ遊びながらやってました、うんえー、日体のサッカーって人数めちゃくちゃ多いんでしょめちゃめちゃ多いですよ何人ですかえー、ちょっとお分かりなかけど200人とか300人とかいんじゃないですか全然分かんない、えー、先輩の顔とか後輩の顔とって然えかんない,んない出ないですよね、はい、なんか関当時関東一部リーグにいたんですけど、うん、多分関東一部でその 普通大大学の大会の部活だとセレクションとかあるじゃないですか。うん、そういうのないんですよ。近代、うん、は。で、はい、誰でも入りたい人は入れるっていう。<ー>なんでいやめちゃめちゃあの人数いるし、うん、全然知らない人いっぱいいます。それじゃあまあ部活はでもちゃんと出たんでしょ。うん、練習どんな感じなんですか。えー、練習はだから A チーム B チーム、うん、で C が C1C1 から。うん C10 いくつみたいな、えー、もう Z みたいでなんか A チーム B チームはえー、なんかある程度いい時間で練習で,できるんですけど、うん、僕はいつも C123 を行ったり来たりするみたいな感じで、えー、もうあのー、空いてる時間なんか今日何時らしいよみたいなそんな感じでやっててなんかバイトとかしながら、はい、とも大学時代も合コンばっかですねうん田中さんもそうでしょ、まあ 僕でいや僕は中大スキー部だったんですけど冬は何もないけど夏は遊びまくりいやと思うでしょあのね僕のは400人収容されてる量だったんでもうな隔離されてるプリズンブレイクだったんでこれまたちょっと番外編でやりたいんですけどもう地獄の4年間を送ってたんで最年齢の量やばいよねやばいよ本当にねねそうそうそう堀江さん家から僕家通いですあ最高だねそれがもう一番ですよ量はもうね 2>, 2回ぐらい行きましたけどもうん汚いゴミ屋敷みたいなそう,もう清潔感ないのはメなんであ、まあ、今はちょっと分かんないですけどねうんねまあ当時えでじゃあサッカーサッカーそんなじゃあやる気なかったかって全然やる気ないです全然やない、えー、何してたんですかじゃ学生の時合コンと合コンと旅行も好きで行ってましたよねいろいろ旅行はだからそうっすバックパッカーしてましたねあどこらへん行ったんですか東南アジアほとんど行きましたベトナム以外うんあとオーストラリアとあれなんか だっけ迷子になった日本人、なんかその、親見つける作戦みたいなそうタイですタイか、あれ、どんな、なんでしたっけ、んか結構、あれ、きわきわな話ですよね、これ、まあ、別に言えなくはないですけど、ドラッグで、そうだね、ドラッグで完全にメンタル持ってかれたこのお世話を、2週間ぐらいするっていう、でちゃんと無事に帰国できるようにっていう。そそううで ハングオーバーやん、そういう、本当そうですよ、親に連絡取って、バンコクまで迎えに来てもらって、日にち設定してたんですけど、バンコクに連れてく日に、その子、また逃亡していなくなって、島中探すっていう、見つかったんですか、見つかりました、どっかで見つかって、いや、おもろかったな、最後、なんか大使館の人を迎えに来た気がするな、あそうなんですか、あれは分かったですね、そなんかね、堀江さん、そういう話があるんで、多分今日 とてもじゃないけど1時間収まりきらないんですけども、はい、まあそこはちょっとおいおいバイク外編も含めてやっていきたいと思うんですがじゃあ、えー、っとバックパッカーでいろいろ回りつつ、まあ、部活もやっててって言って、はい、怪我したのって大学 3, 3年,です年の時そうですバックパッカーやってて僕、だからそもそも体育の教員になりたかったんですよ、昔からそれで日体行ったんですよ。うん、で、えーまあ、体育の教員になったら 公務員というガッチガチの60歳までレールに引かれたことをするなら今のうち遊ぼうってってバックパッカーして遊んで,で帰ってきてでまあ最後だしサッカーもうちょっとやってみようかなと思ってサッカー部復帰ししたら速攻で事故りましたね速攻じゃねえか半年ぐらいかなバイク乗ってて部活帰りに転んでガードレールに片足ぶつけて まあ余裕の事故だったんですけどさらっと言うけどなんかそんな,なんか大,事大事故みたいな感じじゃなかったってこといや全然あのまあ折れたのはぶっちゃけすぐ分かってごき、はい、みたいな痛え<ー>っつって自分で救急車呼んで、はい、多分折れたなみたいな、うん、3か月ぐらいギブスかなみたいな、うん、感じだったんですけど結果なんかん何血流血管が潰れててコンパートメント症候群ってよく知ってんじうですかそう この前の篠田の前やつでそうそうめっちゃ腫れたんですけど、はい、一応僕はね血流があってでちょっと様子見ようみたいになったら、うん、どんどん筋肉壊死してって、うん、でまあなんとか粘ったんですけどもうこれダメだっつって、うん、切った方がいいってなって、はい、切ったんで僕はだから篠とかは多分。 すぐ切ったんじゃないですか、あいつ。えっと、そう早めになんかその足残ってる方の、うん、あの足はコンパートメント症候群になっちゃったから、もうこれすぐ切んないともうえししちゃうからって言って。うそ,てねうん、そうそう。で僕はそれをなんとかそのぎりのラインだったのか、うん、その直せるか直せないかみたいな。はい、だから事故った日から切るまで一ヶ月ぐらいあって。バイキンでも入ってこなかったんです。いやいや、めちゃめちゃすごいですよ。えー、足開いて、はい、そこにもう減塩し、抗生物質、はい、毎日塗りたくって。 え切って切っても足出てるんですよ筋肉が筋肉がはいあジの開きみたいはい。すねの開きみたいになってるんですよすねの開きに抗生物質ウうウニウネウネって毎日つけるてで最近でもエ死してるから炎症反応めっちゃ高くて毎日39度ぐらいあってええ マジ死ぬっつってこれさめったにさ怒んないけどさ唯一その声を荒げて怒ったのが <laughs> その時でよそうよく知ってますよその,そ,<う>そのエピソード病院転院することになって、まあ、A 病院から B 病院に運ばれる時に、うん、熱もすごくてえ、ね、っつって、うん、で向こうが運んでる時にもうちょっと暑すぎるから、うん、氷くれっつって。うん で、まあ当時、親父がなんか言ってくれたんだけど、そして親父が病院に聞いたら、氷がねえってなって、<laughs> 氷ねえわけねえだろって。<laughs> <laughs> 別に親父に切いたわけじゃなくて。<laughs> 病院に病院に <laughs> 氷ねえ病院やるわけねえだろって, <laughs> って。あれはマジぶち切れましたね。ね箱一<内>で さんだってね、結構いろんな理不尽なことされてるけど、はい、なんか、切れるっていうことまずないじゃん、そうですね、僕らはもう、深いんで懐、懐そうだよね、はい、唯一だったのが、氷がねえって、だからうちの道場、そうそう、そう氷大切だから、はい、氷は大切です、えーえ。で、それでじゃあ、その、高熱出しながらっていうことで、1か月かかって、それ、最終的な、じゃ切んなきゃいけないかっていうジャッジは自分でしたんですかジャッジ こっちはね、まあ、さい、まあ、自分は自分ですけど、まあまあ病院の先生から、うん、まあ義足つけた方がいいんじゃないみたいな感じで言われたんで、もうね、もうは早くしてみたいな感じだったんで、僕はもうどっちでもいいみたいな、えー、もう切るなら切ってみたいな感じで、あそうなんですね。ああなんせさ毎日三十九度ですよ。まあ確かにね、厳しいね。はい、あ。<度>でしかもいあれですからね、ひ膝骨折れてて。うん すねの開きになってるんですよはいそれ自分で目視でも確認できるってことですかもちろん隠れてますけど治療するときには見えるしうえそっかはいでも39度はちょっときついね1か月間の39度らいプラス痛みですからああそれきついねただ1日3回のモルヒネタイムっていうそれでもモルヒネっていうのはお薬でしょモルヒネそうですねお薬ですねそれは熱下げたりとか痛み下げるとかっていう痛み止め痛み止めですね 合法だよね合法っていうか、医療以外は違法です、医療以外っていうか、ちゃんと医師の処方に基づく使用の仕方であればってことですよね、しかも、多分だけど、医療、普通の薬よりも結構、ガチ管理されてるから、ナースの場所の鍵かかってるところ、取ってくるみたいな、そこら辺にある薬じゃねえよみたいな、結構じゃあ、かなり飛べます。 それでも癖になったらやばいね、そしたらね。なるでしょ、1か月打ってんの、僕、そっか、でもそれ、だいぶ楽になるんすか、やっぱり、めちゃめちゃ楽になります、めちゃめちゃ楽、だってあれですよ、戦争の時兵士がこう、打って、痛みを忘れて戦い続けるみたいな、あそっか、あれやべえですね、でもちょっとそこで戦い続ける、ちょっとあれはね、できなかったってことですね、うちって1、2時間はね、戦えるんですけど。 切れたときやばくないですか、<ー>モルフィに切れたら、うわー、痛てててみたいな、ない、だから切、切って1週間ぐらい、また打ってくれるんですけど、うん、切ったら、やっぱ別にあんまり痛くないんですよ、うん、でも僕、めいちゃん痛いてって嘘ついて、欲しがりましたね、完全に。 薬怖くないすそう考えたらめっちゃ、そう、まあ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 、そうですね、いや、絶対あると思う、だってナチュラルに欲しがってたから、僕。ですよね、いや、これ、大事、使えるから、いや、でもね、当から治療だからね、でも、やっぱそういうのがあるから、1日3回しか打てないんですよ、8時間おき八8時間おきで、言うても、だから、効き目、めっちゃ気持ちいいの一1、2時間なんで、残りの6時間は痛みとの戦いなんで、時計見ながら、あと、あっ、30分。 ナスコールみたいな、打って、完全にもう、あれです、中毒です、痛みと戦い、そうですね、良かったね、なんかその、そうですね、ちょっとなんか、ちらっと見せてもらったけど、大丈夫、見せてもらっても大丈夫です、切断で、ええ。で、膝下、はい、膝下9センチ、これ、切る位置とかっていうのは、 これはもうあれですね硬い義足膝下義足をつけられる、うん、もう多分最短ぐらいです、えー、これより短いともうこっちの義足はけないんでそっかそっかあんまり残しすぎちゃうと、はい、その壊死してるそのばい菌残ってる部分があるからそうそうそうだから本来僕も結構硬い義足危ないぐらい、うん、あの上の方で切らされるとこだったんですけど、はい、まあまあ先生がなるべく膝は残した方がいいからっつって<ー>ギリギリ ギリギリ、ギリギリ、でもそう考えると結構本当ギリギリっすよね。え僕はかなり、はい。僕はだから膝下義足ではかなり短い方、短い方だし、まあ僕の身長との比率で比べても、もう多分これギリっすね。やっぱ長ければ長い方が支える面積大きいんで歩きやすいらしいです。断面綺麗とか言われません？言われますね僕は。ですよね。結構ブサイクなやついるんですよ。でもなんかその結構この冬の時期とか怖いのが。 そっからなんかこう皮膚弱いじゃないですかひび割れしてばい菌入ってくるとかうんいてかね義足がねこれシリコンなんですよちょっと見してもらってもいいですかこれあこれ受けねこれが義足の受けシリコンなんでま要するに汗こうなってるんですねもうね汗だくでビタビタで拭くぐらいしかできないんで肌弱い人は汗もとかできるかもしれないですけど あんまり,んまりええー、でこれじゃあこのつけてシリコンつけて義足つけるみたいな感じですか義足あ結構重たいこれ実際の足と同じぐらいなのかないや実際の足の方が重いらしい重たいんだ、えー、3キロ三キロぐらいで、まあ、3キロの義足って結構重たい方だと思いますはい普通は2キロ 2> 足首は当然動かないですよね動かないですけどバネ入ってます板バネがあじゃあ多少はちょっと 多少こう体重かけると反動もらえるみたいな感じめちゃめちゃ反動もらってます <えー S 1> あとこれちょっとねじれもいけるってやつですよねそうっすねこれ僕がこのとこになんかこう横に入るの入れてもらったんでんこれ義足って1本いくらぐらい五十50万ぐらいですかはい,はいこれやっぱりじゃあこのセットでそのさっきの膝のえっとソケットソケットじゃなくてなんだっけ と合わせて五十万ぐらい。いや、これ六十万ぐらいすると思います。えー、で、でも、これ買い替えとか,か。買い替えは何年かにいっぺんやると買い替えられて、うんはい、かつ福祉出るんで。はい、あのー、なんだっけ。結構補助は出るんですよ。マジっすかただ、結婚して、なんか世帯収入上がって、もう出、んうん、なくなった。<laughs> <laughs> おかげで、もうボロボロの義足を使い続けるっていう、前は時期来たら変えちゃおうみたいな、はいはい、これ、セタペイでは、セタペイでできんのかな、できないよ、できない、<laughs> 作ってないから、世ペ谷で、あ、そっか、なるほどですね、わかりますちょっと、じゃあ、あの前半だいぶ飛ばして30分お話ししちゃったんですけれども、ね、僕の義足、代を払ってくれる人募集中ですね。<laughs> ね わかりました。じゃあちょっと、堀江航さん、あのー、ね、今日お招きしてお話聞いてるんですけども、後半は、あの、スポーツのことをえ、テンポよくまた掘り下げて、使えるところがたくさんあるといいんですけれども、<laughs> はい、はい、真っ黒にならないように、ぎゅっとやっていきますので、引き続きよろしくお願いします。オスオす。